はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第886回をやっていきたいと思います。今回は貨幣の投機的需要ということでやっていきたいと思います。で、今何をやっているかというと、お金の供給側とお金の需要側ということで、お金の供給側っていうのは金融政策というところで見てきたということになりますね。で、前回からやってるのはこのお金の需要側ですね。お金を、ね、どういう、理由で必要とするかっていうのを、まあ、見始めているということになります。で、お金の需要、貨幣需要というのは大きく分けると2つあって、1つは貨幣の取引需要ですね。これはお金っていうのを交換の道具として欲しいと。ね、あの家が買いたいからお金が欲しい。あの車が欲しいからお金が欲しい。ね、あのバッグが買いたいからお金が欲しい。ね、自分が欲しいものがあって、その欲しいものを手に入れる交換の道具としてお金が必要だ、欲しいと言ってるのが貨幣の取引需要ということでしたね。で、今回はこの貨幣の投機的需要というのを見ていきたいと思います。はい、ということで貨幣の投機的需要とはということですけど、流動性が高く安全資産である貨幣を保有することということですね。まあ、流動性が高いっていうのはもうこうね、移動がしやすいということですよね。こうぐる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 こうね、移動する、この移動のしやすさっていうのが流動性ですよね。なんか一箇所にドーンとこう止まってるっていうよりも、こう移動が、ね、活発であるということですね。流動性が高いというのは移動が活発だっていうことですよね。だからお金っていうのはすごくこう移動が活発ですよね。だから日本全国どこでも、ね、例えば銀行で、ね、銀行送金をすれば、ね、例えば沖縄から北海道に一瞬で移動しますし、沖縄から例えば東京にお金が一瞬で移動するし、ね、もし、ね、外貨送金と、ね、海外送金というのであれば、円というお金がアメリカという国にドルで、ね、一瞬で移動しますよね。お金っていうのはすごく流動性が高い道具なわけです。で、しかも安全資産ということで、まあね、他の例えば肉とか魚とか野菜とかっていうのは時間とともに価値がどんどん下がっていきますよね。肉は肉で価値があります。野菜は野菜で価値があります。果物は果物で価値がありますと。しかし価値があるんだけど、時間とともにその価値が減っていきますよね。ね、肉はどん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 ダメになっていく。野菜もどん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 ダメになっていく。果物もどん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 ダメになっていきます。ところがお金っていうのは、まあ、ある程度価値が、ね、保存することができますよね。ね、今日の1000円っていうのは明日も1000円のと、ね、の価値があると。ね、明後日も1000円の価値があって、しあさっても1000円の価値があるみたいな感じで、価値の保存っていうのが効きますよね。だからそういう意味でこう保存の道具としてお金が欲しいということですよね。前回のものは交換の道具ですね。交換の道具としてお金が欲しいというのが貨幣の取引需要でしたけど、今回の場合は保存の道具としてお金が欲しいということです。ね、価値を保存しておきたいから、だからお金を持っておきたい。しかも価値の保存として、しかも流動性が高いお金を、ね、好むということですね。ちょっと動きが鈍い。例えば不動産なんていうのは明らかに、ね、動きが鈍いですよね。なしょっちゅうしょっちゅうその不動産に入居があって、退去があって、入居があって、退去があって、じゃあ不動産売りたいって言った瞬間に不動産売れるっていうことはないですよね。自分はこの不動産手放したいと思っても、ね、実際その不動産が売れるのには、ね、ある程度の時間がかかったりしますよね。不動産っていうのは流動性がすごくこう低い資産ですけど、まあ、それに比べればお金っていうのは流動性が高い。ね、すぐに何にでも、例えば自分がお金を持っていれば、何とでもすぐに、ね、交換できるし、すぐにお金の支払いということで送金することができるので、まあ、そういう意味でお金っていうのは流動性が高い資産ですよね。だから流動性が高くて安全資産、まあ、価値を保存することができる。まあ、日本の円っていうお金がもしダメになるとしたら、それも日本国っていう国が財政破綻する以外は、基本的には安全ですよね。それ以外は安全ということになります。ね、他のものと比べて絶対的に安全とは言えませんけど、しかし他のものに比べれば、極論国が財政破綻しない限りは、まあ、その円は円としての価値を保ち続けるわけなので、まあ、流動性が高くて安全資産である貨幣を保有しておきたい。というね、保存の道具として、ね、何か具体的に家が欲しいからお金が欲しい、バッグが欲しいからお金が欲しい、車が欲しいからお金が欲しいっていうことじゃなくて、保存の道具としていざ持っとけば、ね、自分の、ね、例えば身を守れるとか、ね、長生きができるとかっていうような感じで、保存の道具としてお金が欲しいっていうのがこの、ね、貨幣の投機的需要ということになります。で、そうした時にお金と比べる時にこう債券っていうのを、まあ、今回は比べるんですね。
貨幣の取引需要、投機的需要というのを考えるときは、お金と債券というのを比べたときに、お金のが欲しいって言ってる人は流動性に注目しています。いざってなったらすぐに何とでも交換することができるという流動性に注目しているということですね。でそれに対して債券に注目している人っていうのは資産性ですね。要するにお金が増えていくと、ね、例えば債券だった時に、例えばアメリカの米国債とかだったら、ね、2% ぐらい金利がついたりするわけですよね。でそしたら例えば、ね、日本のお金を100万円を1年置いときましたそしたらプラス100円でしたと。で、ね、もしこの100万円っていうのを例えば米国債に変えて、ね、例えば100万円分のアメリカの米国債と言った時に1年で例えば 2% でプラス2万円でしたと。ということで考えれば、ね、もし資産性で考えたら絶対に債券に変えておいた方が、ね、資産価値は上がるわけですよ。で100万円を銀行口座に置いておいたとしても100円しか増えないけど、それをこう米国債に変えて、ね、1年間置いておけば、ね、2万円増える、102万円分の価値になっているということですよね。そうするともし資産性に注目するんだったら債券に変えておいた方がいいわけです。しかし債券に変えないでお金として持っておくと、ね、貨幣の投機的需要ですから、お金を必要としている、お金が欲しいって言ってるわけですよね。で債券みたいな資産性の高いものがあるにもかかわらず、債券じゃなくてお金が欲しいって言ってる人は、それはお金の流動性に注目してるんですよねっていうのが経済学の考え方ですね。で資産性の高い債券よりも何かと交換しやすいお金の方を持っておきたいというのを、ね、このお金の投機的需要と貨幣の投機的需要というんですね。もしそうじゃないのであれば、債券に変えておいた方がいいんじゃないですかと、ね、どうせ、ね、100万円を銀行口座に1年間置いておいても100円しか増えないんだったら、だったら、ね、まあ、昔だったらね、今の日本国債はダメですけど金利が、ね、つかないので、で昔の日本国債というのが金利がついてた時代があったわけですよね。まあ、今だったら日本国債の金利がつかないので、例えば米国債に変えて、米国債で例えば 2% っていうんだったら、まあ、1年間で2万円増えるっていうんだったら、明らかにこっちの方が資産価値が高いわけですよ。でもあえてその、ね、債券に変えないと、もう資産性のある債券に変えないってことは、ね、円というお金を現金で持っておきたいってことは、それはこの流動性、すぐに何とでもね、この瞬間何とでも交換することができるという流動性に注目してるんですよね。流動性が、ね、に注目してるから、お金をお金としてずっと持っておきたいんですよね。お金が必要、お金が欲しいって言ってるんですよねっていうのが貨幣の投機的需要ということになります。でこのお金を、ね、保管の道具、保存の道具として欲しいって言ってる考え方を流動性先行というふうに言ってるわけですね。お金の流動性を好んで選んでいるということです、ね、自分は債券じゃなくて、まして不動産ではなくて、ね、お金を、ね、保存の道具として持っておきたいと言ってる人は、ね、流動性を好んで選んでいるという言い方をするわけですね。資産性だったら債券の方が有利かもしれないし、ね、もしくは不動産の方が有利かもしれないし、株式の方が有利かもしれないわけですけど、そうじゃなくて、ね、お金として保存の道具としてお金として持っておきたいということは、ね、それはお金の流動性を好んで選んでるんですよねということで、流動性先行というふうに言うわけですね。そうしたときは貨幣の投機的需要というのは縦軸にとったら、横軸は利子率でとって、この利子率というのは例えば債券なら債券の利子率でとって、で債券の利子率が高くなればなるだけお金の、ね、需要というのが減っていく。なんでかって言ったら、でこの債券の、利回りが 2%、3%、4% っていうふうに上がっていけば、 2%、3%、4% って上がっていけば、さすがになんかね、お金じゃなくて債券に交換して債券として持っとこうかなっていう人が増えるから、逆にお金の需要が減るっていうことですね。そう、債券の利子率が上がれば上がるだけ、ね、いやそんなに金利がつくんだったら、ね、お金として寝かしとくんじゃなくて、ね、債券に交換して債券で、ね、価値の保存を図った方がいいんじゃないかなっていうことで、債券の利子率が上がれば上がるだけお金の需要が減っていくわけですね。だからその利子率の減少関数になるということです。人は大きく、ね、交換の道具としてお金が欲しい、もしくは保存の道具としてお金が欲しい、この2種類のお金の需要があるということですね。はい、
今回の動画はですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。